桜井太です。試合負けました。また練習します。あ、続いてはこちらです。以前ね、バイトでもご紹介しました水戸市在住の、格闘家桜井龍太選手についてです。おととし総合格闘技イベントグランドのウェルター級チャンピオンの座についた桜井選手、昨日1年半ぶりにリングに上がり、暫定王者とベルトをかけた大一番に挑みました。現在49歳、格闘家として大ベテランの桜井、おととし念願のチャンピオンベルトを巻きましたが、初防衛戦の直前に左肩に大怪我を負ってしまいます。1年半ぶりとなる復帰戦を前に決意を語りました。勝ったらまあ50歳ということで、まあいろいろなもので、まあ僕の近い年の人とかもちょっと頑張れるというか、元気が出たりとかするきっかけになったらいいのかなって。挑戦者長岡は桜井の休養中暫定王者に認定され、ここ3試合負けなしの強敵です。試合は序盤、長岡のペース。桜井も必死に反撃します。両者最後まで一歩も譲らず、試合は判定に。29対28、わずかな差で判定負け、王座を失いました。多分僕の実力はこんな感じですよね。まあ終わりではないので、はい、人生は続くんで、はい、まあ続けてますずっと。私が勇気を与えられるんじゃないかと思うんですけども。そうですね。まあそういうふうに、まあ、言ってくれる人がいるんであれば、そうですね、やっててよかったなっていう感じですね。本当にわずかな差での判定負けということで悔しそうでしたけれども、はい、終わったわけじゃないという言葉がね、ちょっと今後期待したいなと思うところであるんですが、ね、はい、まあ、今回は残念ながらベルトを失ってしまった桜井選手ですけれども、はい、しかし王座への復帰をね、諦めてはいない、うん、ということですから、これからもトレーニングを積んでチャンスに食らいついていただきたいと思います。